8月10日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田耕司の「OK! コージーアップ」 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今日もね、いいお天気です。でに日本放送苦情の温度計は29.1度、えー、30度目前というところでありますけれども、ね、はい、えこのね、 太陽の明るさにも負けない明るいニュースから今日は行きたいと思います。新業アナウンサーから大切なご報告がございます。はい、えー、私ごとで大変恐縮なんですけれども、はいえー、おととい8月8日に結婚しました。よっ <laughs> おーお、<laughs> びっくりした。<laughs> あの、ま、大好きな特撮の話で意気投合をしたことをきっかけに、3年ほどお付き合いをしていた方です。3つ年上の,の、ね。はい、三歳年上のはい方なんですけれども、ま、振り返ってみますと、これまで放送の中で、ついつい自分のこう好きなものについて、語りすぎてしまったときに、いつもこう、お聞きのリスナーの皆さんが、こう、温かく受け止めてくださって、はい、 まあこんなにこう好きなものについてまあ好きなものを好きだっていうことをこう分かち合う喜びとか楽しさっていうのを感じたんですよね、うん。で本当にそこから夢のようなお仕事をいただくこともありましたし私生活ではあの夫と。 出会いました。なるほど今日のね、産経スポーツの、この、お芸能面のところに、はい。え日本放送、平日朝の顔、新行一川な特撮婚というふうに、ものすごく大きく出てます。本当素敵な記事を書いていただきまして、産経スポーツの方に本当に感激しています。いやこれ、ね、特撮婚って書いてありますけど、もうじゃあ旦那さんもこの特撮大好き。大好きです。もう本当に大好きで、 まあ最初、あの、記事にも書いてあるんですけれども、うん、まあちょっとゴジラの話で、こう、意気投合して、そこから、まあ、どんなやりとりをあの当時してたのかなって遡ってみたら、はい、ちなみに新業さん、仮面ライダーもお好きですかって聞いて,いて、<laughs> <laughs> 私も大好きですよって答えているのが出てきて。<laughs> ちなみにから先のさ、はい、展開がおかしい。<laughs> <laughs> ゴジラで仮面ライダーに行き。仮面ライダーお好きですかえ、ウルトラマンも好きですかみたいな、そういうやりとりを、まあ、から始まって。<laughs> すごいよね。このサブの見出しにヒーロー賞や聖地巡礼で愛を育みという。うね、えー、きっかけはゴジラ、仮面ライダーも好きで始まった交際から3年という。<laughs> で、えー、ね、左手の薬指に指輪がキラリという拡大写真も。そうなんです、ちょっと。ておりますが。はい。 ねえいやーなんかなんというかですね<え>いちいちネタ乗っけてくんなと思うのが <laughs> その指輪だってゴジラが壊した銀座の和光で結婚指輪おねだりというふうに、はい、確かにこれ見出しつけやすかったなと <laughs> ね <laughs> うん、まあ、せっかくですからやっぱりこうゴジラが結んでくれた縁、まあ、特撮が結んでくれた縁でもあるので、うん、やっぱり和光かなと思ってあこれさ<そ>こ, <laughs> これさ,これ,さこれ本当にさあ <laughs> <laughs> はいいや、壊したって単語をよく使ったなと思って。<laughs> いや、なんかむしろそれが私にとって、まあ私たちにとって縁起がいいというか、な,なんというかね。うん。やっぱり聖地っていう感じがするんですよね。なるほどね、うん。そしてあの実は飯田さん。 はい、会ったことがあるんですよね <laughs> 近所のラーメン屋でたまたまラーメンを食べたら実はその当時まあ,あの当時ですけれどもあのお相手の方が近くに住んでたらしくてふらっと同じラーメン屋さんにいたっていうね、はい。でなんかその飯田さんらしき人が入ってきたって連絡をもらってえじゃ飯田さんかなと思って飯田さんにその場で電話して「うん、えどこどこってラーメン屋さん今います?」って聞いたら「入りようどうして?あ」あ隣に飯田さんの隣に座っている人が実はあ彼氏のカレー 私でしてーえーっって <laughs> 電話口でお世話になっておりますっていう <laughs> 確かにね電話切る間もなくそのまま挨拶をしたみたいなそうでしたよね、うん、なんだこの遠隔、ね、<laughs> でもなんか私一人っ子ですけどお,<う>こうお兄ちゃんに紹介するってこういう気持ちなのかなってその時思いました <laughs> <laughs> そう確かいやー成生年じゃないかみたいな話をして <laughs> こっちもこっちでなんかあの年の離れた妹かあれはこう 娘をねね、えー、彼氏紹介されたらこうなるんだみたいなう,うちもさあの子供は男の子だからさ、はい、<laughs> きっとこういう気持ちになることは本人際ないんだろうなと思うと <laughs> いやーでもね本当めでたい話だよ本当にありがとうございますいやいやいやもうねあのでに届けは出したという,、はい、いうことになっておりますんでね,ねえす、ー、れ長くお幸せにということでありがとうございますそしてあの<ー>引き続きあの日本放送のアナウンサーとして、はい、あの楽しい時間を あの明るい朝をお届けできたらなと思っておりますので、うんえー、これからもよろしくお願いします。はいえー、ちなみに、えー、彼氏は映画フランケンシュタイン対地底怪獣に出てくる。あ、バラゴン。バラゴンに似てる。そうなんです。 誰も想像できない。バラゴンに似てるって言われて。<laughs> バラゴンに目元がね、似ているんですよ。ああそうなのそうなんです。で、ね、似ているよねっていう話をしたら。たはい。うん、あの、子供の頃、七夕で短冊に、うん、バラゴンになれますようにって書いたことがあるって言っていて、<laughs> やっぱりそうなんだと思いましたね。<laughs> ちなみに筋肉あるんですか <laughs> 筋肉、ポテンシャルは秘めていますね。ポテンシャルは秘めています。はい。なるほど。<laughs> <laughs> あ早くもツイッターでイチカロスという言葉が出てますけどね俺たちのアイドルがというね、えー、いうようなあ書き込みもありましたがありがとうございます背長、ねえーえー、くお幸せに、はい、おめでとうございますこれからもよろしくお願いします、はい あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この番組は、リスナーのあなたあ、そしてコメンテーター、私、田新庄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、メールやツイッター、あの、祝電をたくさんいただいております。本当にありがとうございます。ますえー、バラゴンのね、写真もをつけてくださってる方もたくさんいまして、<laughs> はい、だいぶ目パッチリの怪獣なんだね。そうなんですよ。クリッとしているんです、目が。<ー>うんこのあたりというのが。ちょっと似ているな。似ている。何か怪獣に似ている気がすると思う。 って思いを巡らせてパラゴンかなと思ったんですよねほうほうなるほど記事ではパラゴンとなってるけどこれはパラ,ラゴンですはい。なるほど ほか、えー、にもめでたいといろいろね、眠気が吹き飛んだとか、8月8日に結婚ってのは縁起がいいですね <laughs> と、末広がり、二甲さん、それから特撮のコスプレで結婚式あるのかな <laughs> のさんなんか記事の中では、ねはいえー、ライダーベルトに関しての言及はありましたけれどもそうですねあの写真を撮ることがあったら、ライダーベルトをこう巻いて、ウェディングドレスにライダーベルト巻いて撮りたいななんてこう思ったりして。 でも七つあるから迷ってんでしょ。私はね七本でまだいいんですけど、ああその夫はもっとたくさん持っていますので、<laughs> どうしようかっていうのは <laughs> どんな。 どんな家族だよ。置いとく場所ないじゃん。<laughs> そうなんです。今ちょっとそれも悩んでいて、どこにどう飾るか、どう保管するか。<laughs> どれを飾って、どれをバックヤードに置くか。置くか、季節ごとに例えばちょっとこう変えるのかとか、そういった部分も今ちょっとあの相談しているところです。<laughs> それが喧嘩のもとになったりするんですかね。喧嘩のもと なない,いやいや、ブラックは置いとくべきでしょ、みたいなことになるみたいなね。<laughs> なるほどね。確かに、確かに。<laughs> ある、やっぱり、ねあれ。あるかな。まあでもそこはね、お互いに尊重し合いながらうまくやっていきたいですね。<laughs> 厄介な夫婦だな。<laughs> さて <laughs> ええ、今朝のコメンテーターは数量政策学者、高橋洋一さんです。この後6時半からご登場いただきます。まずは、あの、アメリカのペロシ会議長の台湾訪問。まあ本当の意味、さらには日本の防衛費論議についてえ伺ってまいります。そしてニュース7時またぎの ゾーンでありますが昨日は長崎原爆の日を迎えました8月9日長崎市長は核兵器の廃絶を訴えましたそして足元経済旅行のキャンセル保険の契約件数が増えているというあたりのニュースさらには今日内閣改造等役員人事実施というニュースそしてアメリカの連邦捜査局 FBI がトランプ前大統領の別荘を家宅捜索したというニュースが昨日入ってきました日本の人口についてそして中華 の外相会談も取りり上げてまいりまいす今週は健康マヨネーズの世界を旅するドレッシングシルタースタイルトリプルバランスノンオイル玉ねぎ健康マヨネーズレストランの味の3本セットを毎日5人の方にプレゼントしていますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりましたが、えー、今日行われる、内閣改造と役員人事、もうね、あの、全容が出てくるという。 えー、正式決定はまだ今日、午後のはずなんですけれども、というところで、えー、各市一面から展開という感じです。えー、朝日新聞、浜田防衛省、えー、高市経済安保省、厚労加藤氏、デジタル河野氏、今日内閣改造、えー。読売新聞、防衛浜田厚労加藤、えー、経済安保に高市市、今日内閣改造。 ええー、いうことで。まあ、これについてね、後ほど、うん、今日のコメンテーター、高橋洋一さんにまた、えー、評価をいただこうと思っておりますが、ええー、まあね、あのー、ここの部分で、えー、外務大臣だとか財務大臣だとか留任してるけれども、と全体で見ると半分ぐらいが変わっているとこういうようなことのようであります。で、えー、気になるニュースなんですが、まあ、あの、8月9日、あ昨日を迎えて、そして、 まあ,あ、長崎のね、原爆の日とういうことが大きく社会面なので報じられておりますけれども、まあその一方でこの8月9日という日がどういう日なのかというと、えー、1945年当時、ソ連が、えー、対日参戦をしたという日でありました。えー、ご存内の当時ですが、えー、日ソの中立条約を破って、えー、満州の保護部から侵攻してきたと、まあそれだけではなくて、えー、チマ列島も、まあチマ列島はその上、えー 8月15日を過ぎても。うん 戦闘が行われたというところでもありました。まあ一方的にソ連が攻めてきて、まあそれに対して、え、え、シムシ党で何とか食い止めると、食い止めると、こういうことを、まあ当時の帝国理軍がやったわけであります。完全な国際法違反と。まあその辺をこう見ているだにですね、ウクライナでのロシアの蛮行というものも、77年前とこれ変わってないじゃないかと。まああの政治の体制はもちろん変わっているし、指導者が変わっているということはあるわけです。 で、それどころか、あのー、現地では、スターリンの再評価というのもかなり行われているというようなことも併わせて考えるとですね、えー、我々の同胞が、 の満州の地で、ええ、あるいは、シベリアに抑留されて、ということで、ええ、こうむった苦難というものもまた忘れてはいけないし、これも語り継がなくてはいけないと。あの、読売新聞のオピニオン欄のところにですね、当初といいますか、当時を経験した方の指揮というものが載っておりました。まあ今、あの経験を語り継ぐということになると、当時、少年であったりとか、まあ子供であったという方々が非常に 非常に多いわけけですけれども、まあ、あの経験されている方はまだいらっしゃるしその、えー、私なんかも、まああのーねえー、前にもこの番組でお話ししたこともありますが。うん は型の祖父というのが、ええー、まあ、理系で、ええー、遅れて学徒で、えー、取られて、そして、まあ、ビルマンに行っていたという、最近になってね、その戦記が出てきたんですけれども、本当に、あの、命からがら、命を繋いでくれたが、ゆえ、私が今ここで喋ることができているとおいう、決して遠い過去ではないというところをまたあ、胸に刻まなければいけない、えー、季節でもあるということなんです。 だろうと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オープニングでね。あの新陽アナウンサーが、<laughs> えー、結婚とうう、ね <laughs>。すごい。 ええ。高橋さんもさすがにびっくりした。いや、びっくりしますよ、それは。おおってか、いや、あの、よかったですね、本当に。ありがとうございます。ね高橋さん、前回のご出演が、ちょうど私が、あの、コロナでお休みいただいていた時で、だから、その時はね、新行アナウンサーが、切り回していたわけです。でも、忙しいさなかだったと思うけどね。いや、本当ですよね。もう、それで、高橋さんにさっきね、あの、指摘されて、いけねと思ってたんですよ。いや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 。この、忙しい時にあいつ休みや。

<laughs> 確かにね、<laughs> これだったら一生忘れないですからね、<laughs> 忘れて<な>さ <laughs> <laughs> て、き、え、ょ、ー、も一つ、よろしくお願いいたしまます、そのお本当、1週間、2週間の間に、この日本を取り巻く情勢というのもいろいろ変わりましたが、うん、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問、ちょうど1週間前の水曜日の出来事でありました。やっぱこれでね あの日本を取り巻く環境というのもいろいろ変わっていると思いますが、高橋さウェブメディアの現代ビジネスに、ねえーうん、本当の意味が分かっていない日本の防衛費論議という,、うん、うん記事も出されていますけれども。 今そ,それぞれぞが演習ししてるでしょうで、ね、演習の領域が重なってるんですよね。ということはね偶発的なことも起こり得るわけでね。ということになると次どうなるかってことですよね。うんえー、日本どうすするんですかって本当に、えー、あの台,台湾有事は日本有事っていうのはね安倍さんが言ってましたけどね、はい、それはそのまんまですよね。 別にあの、煽ってて言ってるわけじゃないんだけど、客観的に言えばそういうことなんですけどね。まあ、すでにね、うん、日本の排他的経済水域にミサイル5発打ち込まれてるわけですから、ね。そう、びっくりですね。あれはまあ、法律、国際法上はね、規定がないとか言うんだけど、はい、で迷惑かけちゃいけないとかね、えー、排他的経済水域って書いてあるんだから、はい、飽きても、それは国際法違反っていう状況ですよね。うんだって、排他的じゃなくなってるんですが、その間、あの、うんとうん、通れないでしょ。 そうですね実際、与那国のね、漁家の方々は出られない出られないでしょ、練習期間中、自粛しましたもんね。それはそういう意味であれですよね、もう迷惑をかけてるわけだから、国際法上の問題が出てますよね、その時に、あれですよね、内閣改造で、どういう話っていうのはね、あとで内閣改造出るんでしょまたその時喋にってもいいけど、なんか防衛大臣、がっりでしたねあの浜田靖一さんという名前が、過去にもやったことのある人てです ですね。安倍しあなんだっけね、麻生政権のとにやってたのかな、えー、やってたんですけれどね。はい、あの。 財務大臣が変わらないでしょ、そえ。そして防衛大臣、これだとね、防衛国債はちょっと難しくなってきたでしょうね、おそらくね。まあ、このね、建設国債だとかの話、海上保安庁は含めるけれども、重点の鑑定は含まれないって、どういうことなんだといや、もうああいう、そもそもね、建設国債っていうのは日本独自の概念だから、こういうふうな独自の概念で喋ってて、変遣にね、議論がたくさんあるっていうのは、私が言いたいことだったんだけどね。そそもも論 でも建築国債とかあの、なんか独立国債って区別、世界ないんですよ、でこれ、でね、マスコミの人、ですもう絶対当たり前に喋しゃべってるんだけど、えー、私なんか全然、えーな、なんでそうなのって感じでまず、小学校の場合は、そうやって用途をこう決めて国債を発行っていうのがそもそもない,ない,ない,ないだ分けてない あの昔は分けてたんですけどね、あんまりばかばかしいから、やめたっていう歴史ばっかりです、はいええ、結局、それは何ですかあの、金に色はついてないみたいなところあるそ,そうで、しょ <laughs> 区別したところで、うん、それであの、まあ、どんなものがやってても、資産性があったら、それはそれであんまり債務じゃないっていうのはあるんですよ、そういうふうな、そのバランスシートで見たときにね、はい、資産性があればね、借金の話はその資産で相殺できるからっていうのは、どこでも当たり前の原則だから、うん、それはあるんだけど、全体のバランスシートで見る限り、はい、ここに分けて考える必要ないでしょ。うん 負債は負債であってそうそう、負債は負債であって、それで資産があるやつは、資産はそれで何に対応すると関係なくてあると、それで見ればいいだけだから、そうすると別に借金に、あこれはこういうもの、こういうものなんて、別に色なんかつけること全くないですよ。で、年限が違うだけ年限が違うだけ。だって別に、マーケットでり引きするときには、どんな国債も、これは建設国債ですかっていうことないですよ。識別できないですよ。マーケットではね、はっきりて識別できないですよ。 仕切りさせないようにさせてるんだけどね、会合で言ってね、会合で発行根拠ではね、40および特例法って書いてるから、どんだけが内訳か、絶対に外には分かんないそうなんですよ、そんなもんですよ、一回国債買ってみたら、これが何国債ですかって聞いたらね、答えないから。なるほど、持参、養生、それでやってるのに。 この予算を削る議論の時ばっかりそうですね議論なんですこれはっきりとなるほど <laughs>、えー、内閣改造については後ほど、はい、おはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話をいただこうと思っております今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします。 えー、あなたと一緒にニュースを考える、飯田工二の OK 工事アップ、今朝のコメンテーターは、えー、数量政策学者、高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ,あ、この時間、コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますが、その前に、まず株下を線の動きです。9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ58ドル13セント安い、32,774ドル41セントで取引を終えました。はい アイテク銘柄中心ナスタック総合指数は150.53ポイント下がって12,493.93でした。一方、円相場は1ドル135円10銭付近で取引されております。まあ、昨日も高動きだったんですけれども、10日に、えー、アメリカの消費者物価指数 CPI の7月分の発表を控えまして、えー、様子見の姿勢が強まったということでありました。まあ、アメリカ、この物価 他のの変動を見てまた金融政策がどうなるというところが注目されてますけれどもこの辺流れとしては高橋さんどうですかあの年内までにあともうちょっと利上げするっていうのはアナウンスしてますからね、ええはい、<laughs> それは、いまさら何点かな。<laughs> もうちょっとん先を読んでて、あの、やるんでね、こういうのってね、あの、ニュースが出てからね、考えちゃダメなんですここれから年内に、まだ上がるんだからって、織り込んでや、動いてるはずなんでね。ええ、マスコミの方はね、このニュースが出てから考えようとするんだけど、そこは違いますから。まあ、特にこういうね、あの、指標の発表物なんていうのは、だいたい。そり込んでる話ですよ、全部。もう全部、似て決まってるわけです似て決まって織り込んでって、それの中の話でね。それなあとの、あとの、なんてかな、あの、誤差みたいな 話はね説明ほとんどできないんですけどね、みんな説明したがるんだけど、うんあの、なんか終わってから説明したがるんだけど、これ難しいこれね、あの一説にそのブレーキが踏みすぎなんじゃないかみたいなことが出てきますけれども、一方で雇用の統計は良いよ、ね、うん、いいあのブレーキ踏みすぎじゃないですよね、うん、雇用が悪くなるようなんだったら踏みすぎなんですけどね、雇用、はい、が良かったら全然その踏みすぎじゃないですよ。うんうん さてではあ国内のニュースを取り上げるのはこちらのニュースです昨日長崎原爆の日長崎市長核兵器廃絶訴える持っていても使われることはないだろうというのは幻想であり期待にすぎません存在する限りは使われる核兵器をなくすことが地球と人類の未来を守るための 唯一の現実的な道だということを今こそ私たちは認識しなければなりません。 えー、長崎に原爆が投下され、昨日で77年となりました。えー、長崎市の田植市長は平和記念式典で、えー、お聞きの通り、核廃絶を訴えております。えー、長崎市の平和,平和公園で行われました平和記念式典には、被爆者や遺族、えー、岸田総理大臣のほか、過去最多となります83の国と地域の代表などが出席しました。 えー、今ね、お聞きいただいた平和宣言の中でも、お後ろでね、うん、シュプレヒコールがあーうっすらと聞こえてくるなという感じ、ありましたな何をあれかね、皆さん言いたいのかな、あの、まあのま核兵器の話ね、すごく先を見ると廃絶っていうのは、それはそれで、できれば一番いいなということですよね、うん、でも今、現状で持ってる国があると。はいうん うん。それ廃絶、誰がどういうふうに頼むのかっていう話ですけどね。できないって。それでできないと、今持ってる国と廃絶のバランスを取るために NPT っていう。 はい。核拡散。拡散防止条件。防止あると。はい、でも、それは、ほとんど形外化してると思う、う今や。うん、要するに、持ってる国ですら、威嚇に使うし、はい、持ってない国は、どん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 、元々持ってる、元々。うん。その時に、日本がどうするかってことですよね。で、そうすると、あの、廃術に向けて、どういうふうな、あの、ただ、ただ言っていくのっていうのと、 あの、その NPT の中でいろんなことを考えるかっていうのをちょっと考えなきゃいけないですよね。うん、具体的に言うとね、あの、ここで言って必ず三原則を、比較三原則っていうのを絶対に堅持っていうでしょ。はい。<laughs> あれは、あれなんですよね、比較三原則があっても全然 NPT も役に立たないし、実際の問題にも役に立たないっていうのも明らかになりつつあるんですよね。作らず、持たず、持ち込ませずという、ねうん。持ち込ませずのところはね、NPT の中で考えると、あの、うん、ちょっと、 なんか世界の標準とはずれすぎてて、うん、誰ももう、あの、相手しないっていうレベルですよね。うん、そうすると、持ち込ませずのところをちょっと直すっていうのは考えてもいいぐらいかなと。そうすると、核共有の話とかね。はい、そういうのが出てきて、あれ NPT は枠内、枠内の話なんですよね。核の共有というか。核の共有っていうのはね。うん、NPT の枠内の話で管理して、それで長期的には廃絶を向けていくって、そういうプロセスなんですけどね。はい、そういうのをどこまで分かってるかって、ただ単に言ってるだけっていうのには、もう、なかなか日本ではもう済まなくなってくるんじゃないかなって。 気がしますけどね。うん、ええ、まあ、その核共有のね、話、まあ、それこそ、お、圧殺された安倍。 元総理が、うん、うん、まあ問題を提起してということもありました。うん、で、えー、まあ。抑止力でもって使わせなくするための一つのツールであると、<う>この、お、まあ長崎や広島の傘下を見て。二度と使わせない、うん、そのためにどうするっていうこと。う現実的な議論になって。そうですね。だから、持ってたら必ず使うってう議論になったら、じゃ、もう持たないように頼むしかないんだけど、相手はその頼むに聞いてくれないし。えーうん、聞いてくれないし、あの、今の N. P. T. 体制の下で、持ってる国は威嚇に使。 ないから、持っていって話なんだけど、威嚇にも使うようになっちゃったんですよね。はい、今回の、このロシアの侵略など。まあ、あの後、と中国もそうですよね。威嚇に使いますよね。だから、非民主主義を威嚇に使うってことは分かったわけなんですけどね。はい、そういう時に、どういうふうに言って、十代の言い方と。えーうん でいいのかどうかってのは私はもうそろそろあの議論した方がいいと思いますよただ単に日本だけで言っててこれ全然英訳英語にもならないし全くメッセージにならないですよねうん、うん、それでいいのかなって今日正直って思いますけどね日本があれですよね被爆国の体験を生かしつつね、はい、具体的な話をするっていうテ手もあるんじゃないかなと思いますけどねこれだけその一度使われた時の酸化のこの悲惨さというものを身に染みて知ってる、うん が、ゆえにというと、その説得力そ、まあ。そうそう、説得的に言えるんじゃないかって。使わせないで管理するって。それで最後はね、あの、全部管理できるようになった時に廃絶って話が出るんですよ。えー、全部管理できないと廃絶まで行かないんですよね。まあ、今すでにね、新たにこう持とうという国が北朝鮮であったりとか。そう、もう持ってると思いますけどね。で、しかもその弾頭がこちらを向いていると。そう。うん。時にね、 あの言ってもやってきますね、言って威嚇に使うのは間違いないですからね。岸田総理は挨拶の中で、えー、核兵器禁止条約には触れなかったということを、まあ、見出しになってますけれども、NPT 体制ではなく、核禁条約が、うんまあ、特にね、朝日新聞だとか、東京新聞だとか、毎日新聞は、うんえー、非常にこれを強調する。 そうですけれどね、でも具体的にどういう国がそれに参加してくれるのかって、要するに、あのえー、と勝つじゃないんですよね、実際核兵器持ってる国がそこに参加してくれるんだったら、私も賛成ですけどね、うん、参加しないですよね、核兵器持ってる国は NPT しか参加しないわけなんだから、はい、そうすると NPT を枠組みにして、議論せざるをえないと思いますけどね、現実的に目指すためには、うん。だから、いくら言ったって、でも相手にしてくれない国が必ず何個かあるわけでね。うん そうするとそれ NPT しかないでしょと、うん、NPT が一番管理するための,あの具体的な枠組みとしては具体あの一番有効ですよねえーえー、昨日長崎原爆の日ということで、えー、田上市長のおこの訴えであるとか、まあ、あ核う拡散防止の体制についてお話をいただきました7時をまたいでニュース解説続いてまいります,日本放送ですさあ、あ 高橋さんと深めていくニュースでありますがあ、ここでちょっと話題を変えまして、経済政策について、まあ、あの、お盆休みでね、えー、どこか出かけるという方もいらっしゃると思いますけれども、一方で、うんこのコロナのね、感染拡大なので、えー、じゃやっぱりやめようかなとか、あるいは、あの、ご家族が実際にかかってしまって、うん、足止めになるということも多いと。で、そこでそれに対応するようなですね、キャンセル料などを保証する する保険の契約がえーおよそ12倍に増えたなんていうねえ記事が出ておりました。まあこのコロナ今第7波でありますけれども、ん経済にも相まだこうねえ影を落とすということが続いております。<laughs> この。 だからキャンセル料っていうのは昔はこんなのなかったんですよね、キャンセルってあんまりないから、はい、キャンセル料も発生しないけど、こんななってすごくあのキャンセルが多くなったんでしょ、う多くなったらやっぱりあ受け入れの、ね、業者の方の人もキャンセル料取らないとということでキャンセル料が取るようになって今、ネットですからね、はい、気楽にやって、気楽にキャンセル料になしで、気楽にキャンセルされると実は業者の方も大変ですからね。キャンセル料取るようになったんでしょ ようになったら、それに対する保険が出てきたって、そういうふうな話でね、キャンセルが多くなったから、こういう保険が出てきたのかなと、ここで、コロナ前から言われてましたけど、欧米の基準と比べると、日本はキャンセル料の発生が直前まで、1週間前とか、下手すると1日、2日前まではキャンセルを取らないというのねそういう観光があったんですけどね、ある意味、いい観光なんですけどね。消費者にとっては選択肢が増える といや、うん、でもキャ,ンキャンセル料、キャンセルする人もかん多くなったから、はい、それであのキャンセル料とたたずらなくなって、それで保険が出たっていう、こういうの、派生事業って言うんですけどね、これ、なんか一個あると必ず出てくるんで、あのうん、まあ,あの、保険で保険をかけるっていうのは、一つの手ですけどね、私なんかね、講演するときにね、必ず最近聞かれるのは、<っ>キャンセル料どうするんですかって言うわけあ、それはね、<ー>主催者の方があがコロナーだからってんで、遠慮して。 あ,のあれを予定をなくしにしてくださいっていうのは結構多くなったんです。 ああ、なるほど。うん。私平気なんだけどね。別に、あの、だからその時にキャンセル料取ってやるんですかっていうから、私取らないで、あの、延期にしてくれればいいですっていつも言ってるの。ああ。こっちは関係ないから別にいつでもいいしね。っていうふうにね、まで切ってますけどね。こういう時、こういうのは、キャンセル取るか取んないかっていうのもいろんなポリシーがあるらしいですね。うん。あの、なんか相手に、相手に入ってるなんかイベント会社なんかだと、キャンセル料きちんとこうやって取るっていうふうに言ってるから、ああ、私取らなくていいですよって、延期の方がいいからって言ってるわけ。 うん、うん。延期でいいからつって。<laughs> なるほど、うん。いろんなビジ、こういう状況になると、いろんな、あの、なんかやり方が出てくるかなと、私なんか思いましたけどね。はい、う,んうん。まあ、そういうこうね、あの、サービス用だったりとかっていうのが、まあ、変わらず影響を受け続けていると、うん、まあ、あの、民間のリサーチ会社のね、うん、えー、倒産件数なんかを見ても、うんうん おまだまだあ、そういった流れ、プラス、あの、資金繰り支援がね、えー、そろそろ期限を迎えてくるっていうのが問題になってきてますね。ねえーえー、あまあね、資金繰り支援もし迎えるのは事実でしょうけどね。はい。でもあの、飯田さんってあの、コロナになったんですよね。そうですコロナで、どうだったんですかあの、要するにずっとうちに、 い,い,いざでなかったわけでしょそうなんですよ。自分との体調の関係で,で。まあ正直な話、<laughs> あの、2日ぐらいは、<laughs> あの熱が出て、ええ、で、だるくて、ええ、家で、まあ、寝たり起きたりを繰り返してたんですけど、うんまあ、そっから先は、もう、なんというか、 うん、暇。<laughs> でしょで、ね、だから、要するに、ちょっとひどいインフルエンザにかかったこと,と似てるんじゃないですか。そしたらやっぱりあれだよね、社会的な規制っていうのも、それと同じようにしないと、ちょっと、はい <laughs> あの、ついつまわないですよね。だから、これやれてよね、あの、その過剰な反応でね、はい、あの、なんか、もう、こんなんなっちゃったら外出しちゃいけないとか、言い方になるんだけど、はい、ちょっと逆に、ね、普通の、 インフルエンザレベルだとやりすぎになっちゃいますよね。うん。ね、少なくとも、その無症状の人まで検査で炙り出してっていうのは、インフルエンザではやらないことではやらないですね。ね症状の出た人で、特に、こう、重篤な人をきちっと守れる体制を作る、そこにリソースを割くっていうのが、最も大事なことの気がするんですかね,、うん、ね。一番最初には、あれだよね、あの、す少なくともず、あのインフルエンザでは全数調査してませんよね。うん、だから、あの、定点調査つってね、うん、どっかのところで見て、あと全体は推計するだけで、ね、はい、それでいいじゃないのと、私、まず 思いますけどね、うん、なんかすごく細かく全部調べなきゃいけなくて、うん、細かく何人までってね、一人入ってた、一人に言い出せ、入ってたんでしょ、まあまあ、おそらくそうだと思います、<laughs> うん、はい。でしょ、はい、でもそこまで、どこまでやる必要あるかって、まあ、全体でね、どのくらいの数字があるっていう,かいうのはあってもいいんだけど、なんか、うん、それにね、払う社会的なコストの大きさっていうものはね。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、今日内閣改造と自民党役員人事を実施。 岸田総理大臣は今日10日の内閣改造等役員人事で浜田康和元防衛大臣を再起用する方針を固めました。 高市さ苗え政調会長を経済安全保障担当大臣、河野太郎広報本部長をデジタル大臣に充てます。また、寺田稔総理補佐官を総務大臣として初入閣させます。<coughs> 加藤勝信前官房長官は厚生労働大臣に、西村康俊前経済再生担当大臣は経済産業大臣として再入閣するということです。 え、留任は松野官房長官、鈴木財務大臣、林外務大臣、斉藤国土交通大臣、山際経済再生担当大臣ということであります。うん もう名簿出てますね、なんか、昔に戻ったみたいな感じですね、なんか、がもうやるのが、正式決定はね、今日の午後のはずなんですが、だから普通は今日ね本当に来るか来ないかっていうので、スーツを用意するかしないかとかね、大騒ぎだったんですけどね、小泉政権、2000年ぐらいからそういう感じでしたけどね、ちょうどですね、20年以上前の組閣ですかね、これはね。 確かにサプライズみたいなのとかねうん、うん、結構あったりなんかする。というのがもうだからあれでしょう。はい 発発均衡でもう最初からできてるんでしょうで、まあ、これね、うんあのー、これだけ、まあ、この日本を取り巻く環境というのが厳しい中で、うんえー、やっぱり外交安全保障の部分というのが気になるところですが、そうですね、あの2プラス2というところでね、はい、あの要するに外務大臣と防衛大臣が重要なんですけどね、はい、だから外務大臣はもう、もうこてこての親中派で、うん、<laughs> そのままで骨格ですからね、それは動かないってことだったんでしょうかどね、林大臣、動かない。林えーと 吉本さんは動かなかったって。そうすると、防衛大臣がどうなるかって。まあ、岸さんは、あの、非常に台湾派なんですよね。今の、今までの。ね、岸の方さんそうですね。そうすると、あの、まあ、あの、親中と親台湾っていうので、バランスが取れてたとも言えたんだけど、ちょっと今回崩れてますね、この浜田さんっていう人事ですね。あの、もともとはあれですよね、この浜子さんの息子さんで、あの浜子さんみたいなイメージは全くそうじゃなくて、非常に温厚な方、穏やかな方なんですけどね。でも あのですね、あのどちらかというと、多分石破さんに近いんですよ、この人ねもともと石破さんをね、担当していらっしゃいます。そうすると、防衛費の話だと、財務大臣が留任、はい、それでこの要求側の防衛大臣がこうだと、それでまあ石破さんは積み上げていくっていう話でしたからね、うん、財務省のそのままですね、はい、だからこれはあの、なかなか大変でしょうね。えーと いいろんなあの積み上げていくとだから、はっきり言って防衛国債の話はもうすっとんじゃったというふうに思うん、まああのー、このね、えー、防衛費をどうするという話の中で<う>、まあ、ことさらに財源論の話がこう出てきて、えーで、これを何らかこの税金で手当てしない限りはできないんだみたいなことが、骨太の方針にも乗りかかって、です、ねえー、でったもん出してましたけれども、まああのね、あの7時前にあの、そもそも建設国債と,、えー、と赤字国債、意味がないと言ったんですけどね、はい、今の枠組みの中で、建設国債の中だけで、 でもね、うん、えと海上保安庁の船は建設個性 OK なんですよね、で海上自衛隊はどうしてだめなのというのは、素朴に分かんないでしょ、<ー>でも、もともとは、耐用年数が、うん、あの海上保安庁の方は長いから、耐用、はい、年数があって資産がずっとあるからっていうので、海上保安庁の船は OK っていう形に言って。 というロジックなんですよ。で、その海上自衛隊と海上保安庁の船、どっちが先にやられるかって話になった一番最初にやられるのは多分海上保安庁なんですよ。うそれは普通そうでしょだって一番前線に出てるんですから。今、現状としては、ね、現状としては、だから例えば尖閣かなんかで、一番現場に出てて、はい、あの、海上保安庁で、そのうちの管ののが海上自衛隊ですけどね。で、その、な,のでどなんか、そのいい、いざという時に有事になったのに、海上保安庁の船が最初に速やかにどっかに退出できると思えないんですけどね。だから今の枠 国民の中でも変な話があるんですけど、こんな変な話っていうのは、まことしやかに、はい、多分これから通用していく、マスコミに流れると思いますよほすでにねあの、来年度予算をどうするっていうような、うん、概算要求の話も出てますけれども、うん、なんかあの自民党の、ね、国防部会で出てきた数字なんかだと、5.5兆円なんて数字が出てきて、うん、<laughs> あれ、それ、ほとんど間に合わない,わないじゃん、2%, ない <laughs> 2までなかなかいかないでしょうと。き、うん、に、ね、財務省はまた、ねえー、変な 手を使ってくるんだけど、これはね、N. A. T. O. 基準ってやつでね。はい。なで、防衛入れるときに、海上保安庁の皆さん、く、一緒に、オンして、計算するんですよ。うん。うん,う,んう,んうん。うん。うん。こういう時は、海上保安庁、適当に、数字でね、カサギスとかさぐす時に入れたりするわけね。はい、さっきの話だと、海上保安庁は別よっていう。 そうですね。これ、平気でやるんですけどね、多分そういう数字がたくさん出てくると思うんでね、まああれですね、よく惑わされないように、でもこれは、防衛省のほうからもそういうのが出てきそうですね、今回、こういうふうな人事ですよね。だって、大臣が変わったでしょう、それで事務次官も変わったでしょ事務次官も、まあ、本当、防衛省側は今年は3文書の改定もあるから、それまでは同じ人でやりたいんですって言ってたのを、官邸が内閣人事局が変えたっていう話が出てきてますね。 ですけどね。はい、でも海上保安庁もね。相性要するに制服の人がずっと。安倍。菅政権では3。代続けて征服組が。はい 国交省のキャリ組でしすね。キャリアですね。事務キャリアですよね。だから昔にこれ戻った感じですね。これも昔に戻った。だからね、なんでもそうだけど、全部昔に戻ってるって感じ。で、じゃあ、今の一連の話の中で、じゃあ、海保の予算がすごく優遇されてるかって言ったら、全くそんなこともなくて、そういう時は、海上保安庁は国交省の中だから、国交省の予算でやってくださいねと。そうすると、旧建設、旧運輸の。 お予算の取り合いの中で、いこそこまでは予算削れませんよ、みたいなことね。でも、っと、でも GDP 計算するときにね、上乗せしたりね、いろいろとやると思いますよ。で、そういうふうにね、都合よくね、数字をコロコロ変えるのが財務省のテクニックなんでね。うん、ど平気でいいですよ。ダブルスタンダード、トリプルスタンダードが。いはい平気、平気。わかりとくだから、マスコミの人が全然わかんないから、平気で騙されるんですから、そのままやっちゃう。あの、そのまま言いますね。うん。いや、これ今、あの、5.5兆円だけど、解放入れると、 実は6兆円近いですとかね、GDP、その数字でうまくいってますとかね、そんなような言い方になるんじゃないですか、はあ、これで、この顔ぶれを見たときに、うん、1個、ね、あの高市さんが経済安全保障担当に。 なるということで。ま、あの、毎日新聞はね、それを一面トップでドンと出してんですけど、この人事ってどうなんですかこれはでもね、あの、内閣大、内閣府大臣ってやつなんですよね。この、えっと、なんていうかな、この少子化とか経済安保とか地方創生って、内閣府大臣っていうのは、実は普通の大臣とちょっと違ってるっていうのは、あの、思った方がいいです同じ大臣なんだけど、実は人事権がないんです。ああ、内閣府特命担当なん特命担当で、人事権が誰が持ってるかっていうと、官房長官なんです。う人か で見ると大臣はすぐ来ても人事する人じゃないっていう感じで対処するんですよあ<ー>だからそこに骨を詰める人はまずいませんよねうんだって骨を詰めたすぐ変わっちゃった時に、はい、で人事は全然別系統ですからいくらあの高橋さんにいろいろ言ったって、えー、人事には関係ないんですよねう 自分の人事はね。だから役人って結構ね、狭い話で、自分の人事を、ね、中心に、それを、はい、あの目標にする人多いんでね。まあ自分が出世するかどうかそうそう、それから見ると、あこの大臣にいくら言っても、人事は関係ないなと思うと、そこそこに扱いするんですよね。う 確かにね。ちょっと格下げのイメージですね。私から思うとね。これ内閣担当大臣は河野さんもそうだけど、もともとあの、省庁大臣してる人でしょ。省庁大臣っていうのは、この防衛省とか、はい、総務省とか行って、人事ができる大臣なんですけどね。自分の手足となるね、<う>え官僚がもう、組織としてガーンといる。うん、だから、これは人事をきちんとできるから、あの、みんな従うんですけどね。うん、それ、そういう大臣してる人が内閣大臣すると全部格下げになったと、私なんかにそういうイメージですけどね。<ー>うん なかなかにこれは巧妙な人事なわけですか。巧妙といえば巧妙だけど、閣内に入れたって言うんだけど、あ,<ー>あっきり言って手足を、あの、なんか取っちゃったっていう感じがしますよね。まあ、閣内に入れるけれど、手足を取ってると。なるほど。<ー>もうそのままね、一議員としてやるっていうよりは、うんうん、なるほど。閣内でこうね、さすがに反起用なんてことになると、不一致じゃないかというふうに怒られるどう言われるでしょうん,うん。それでおまけに、まあ、周りに手下がいないっていうかね、あ<ー>あのいない状態にさせるときにはない 各大臣が適当なんですけどねお<ー> <laughs> なるほど <laughs> いやこの南極それでいいのかってところですか本当に、ねえー、そう思います <laughs> うん、えー、おはようニュースネットワークうー今日のね内閣改造地味と役員人事についてお話をいただきました 今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。日本人の人口を13年連続減少。 今年1月1日現在の日本人の人口は1億2322万人余りで、去年からおよそ62万人減って13年連続で減少しました。新型コロナの影響で都市部への流入が減ったことなどから、東京は26年前の平成8年以来の減少に転じております。 まああの都道府県ごとで見ると増えたのが沖縄のみという感じでえまあ神奈川はねほぼ横ばいという感じでありましたがまあこれは統計学上、もう分かっ っていること減少すると、何が問題っていうか、うん、なな何がニュースなの、<laughs> まず何がニュースなのかってよく分からなくてね、ええ、予測できるでしょう、ずっと減少ですよ。すで、まあ、にね、出生率というか、出生数が出ているわけで、<laughs> そうここは減ってきてきいるとあの生命表っていうのがあってね、どのくらいになって死ぬかっていうのは、これ、安定的なのがあって、これがないと、生命保険は作れないんですけどね、はい、そうするとね、えーっとうんっと、出生率の予測も結構難しくないんだけど、死亡率の予測もすごい簡単なんですよね。 そうそれ減っていくんですけどね。うん、減っていくのがニュースかと言われたら、これずっと続くんだけどね、はい、何年かは。まあそうですよね。1年、年はね。うん。その後は先はどうなるかというと、わかんないのわかんないんですけどね。まあそこから先は首相率がどうなるか。どうなるかに依存するんですけどね。でも当分は減るんですけど、はい、減ったところで、はい、あの、日本って1億2000万人の人口がいるんだけど、1億には切るのは間違いないですけどね。8000、はい、万人ぐらいになったって、世界の中で10番目ぐらいの、<laughs> あの、なんか20番以内には絶対入るくらいの大きい国 なん,ですよんだから、それで何が問題なのって、私、いつも聞くんだけど、うもう何が問題かっていうと、ほとんど問題をみんな答えられないんだこれね確かにそうですね。あの今までのいろんな学問でいうと、人口っていうのは、はい、減少するのは、実は対,対応策が結構簡単なんで、んえー、あのそんなに大きな問題じゃなくて、人口爆発の方が非常に大変で。マルサスのあのあ えと人口論でもあるようにね。うんはい、人口爆発するとほとんどコントローができなくなって対応策がほとんどないんですよ。うんでも人口減少の方が対応策があるって。要するに機械化とかロボットを増やせばいいって、そういう単純な解があるんですよ。ああ、まあ本当、労働人口が当然ながら減少していくから、うん、その分を機械化だったりとかで補っていく。うん、まあ、あの、経済学というと装置化するっていう言い方なんですね。ね。だから要するにいろんな、あの、人のやってた話を代替していくっていう、それだけで、それがすれば対応できるっていうのは簡単なんですよね。うん、あともう一個は、あの、 あの人口の話だと予測するのが簡単だから、はい、予測するのが簡単な時に社会制度は直すのは簡単なんですよ。<ー>だからな,なんでそれが問題なのって、問題が分かってんだったら直せばいいんじゃないのっていうのは私がずっと昔から言ってるんだけどね。でもなんかみんなこの、 減少が大変だって、そう,ね、そういう、減少することが大変だって、全テレビの話するんだけど、はい、じゃあ、実は何が大変ですかって聞くと案外ないんですよあだからイメージの中で、人が減っていくってことは、いろんなものが売れなくなっちゃうじゃないかとか、そう,いうぐらいのイメージが。あるるる、ね、も少しでも減かから少しでも減るから <laughs> 減るからあんまり関係ないんだけどね。うん、だからあの人口の減ってる国って世界の中で二十カ国か三十カ国があるんですよ。はい、で、それが大変になったってあんまり聞いたことないんですよ。でよく言われるのがその人口が減ることによってまあ内需がシュリンクをしていくから経済が減速するんだみたいな、うん、人口オーナスだみたいなことを言ってます。GDP を見れば、はい、あの給与かける人口だから人口減ると GDP 減りますけどね。うん、一人頭で見たら、うん、一人頭の GDP で見ると人口の減少減っていうのはほとんど関係 ないってことは分かますけどねそうすると、じゃあ、まさに何がっていうだからこれ、問題にする人がいろいろ問題の問題だって言って、なんかマスコミの人が出身の人がね、一連票書いたことあったんだけど、それに対する答え、私全部書けた、これに対してはこうすればいいって。でね、特にこれから AI がっていう話になってくる、そうすると、それこそ人間の。 お仕事をほとんど大体できるんじゃないかという話になってくると、ね、かなりやりやすいですね。 うんうん、そうすると人口減少は対応が簡単で、はい、さっき言った機械化するっていうのはそういう意味なんですけどね、はい、対応が簡単にできちゃうんですよ、うん、で AI でやって人口、なんか仕事が減って大変だって言いつつ、人口減少も大変だって言ったら、なんか矛盾しちゃいますよねあ確かにそうですね、どっちかがどっちかの解決策になりうるということ、ね、うん、私、これ見るたびにね、はいあ、来年も同じ記事書けますから、実務って数字ちょっと直すだけで、あ<ー>で簡単だもん、<laughs> 来年も予測できます。うん、5年間ぐらい同同じじ記記事事でで数字変えるだけで きますなるほど、AI だったらそういう,かそう,いうふうな記事を先に作っておいて、なるほど来年はこれを出して、これを出して,って2023年の8月 <laughs> 初め頃の記事みたいなのを作れちゃう、うんあの、これから10年間ぐらい同じ記事が作れますから。うん <laughs> という予測が簡単な分野なんでね、うんうん、予測が簡単だってことは、問題対象は簡単なんで,す、はい、でも確かにその、かつて、ね、その高度経済成長時代も人手不足だって言われたときに、うん、まさに装置化によって、うん、もう飛躍的に イノベーションが起こったと、うん、日本はじゃあ、その下地があるということが言えるのかもしれないですね、そうですねだから必要は発明の母っていうのはあって<母>あの、足りなくなったらなんとかなる。 なんとかするよ。みんな。んなんとかすりゃ儲けられると思えば。思えば、もう、それはなんとかしますよ。ほいで、過疎地でね、大変で、なんかバス運営が大変だって言う人いるんだけど、たら、自動運転でいいじゃないかと。すぐ思っちゃう、私なんか。うん。これね、みんな問題、何が問題かって言わないで、記事書く。典型ですけどね。なるほど。 お送りしております。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、数量制作学者の高橋洋一さんです。うん、引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ <laughs> 中韓外省会談、中国が韓国に圧力。 中国の王毅外相と韓国のパクチン外相は昨日、中国山東省チンタオで会談しました。両外相は今月24日に中韓国交正常化30年を迎えるのに合わせ、協力関係を発展させる方針を確認しつつも、王毅外相は韓国のユン・ソン・ニョル政権がアメリカ主導の対中包囲網に取り込まれないよう釘を刺しました。 5月のユン政権発足後、高官の中国訪問は初めてとのことです。えー、半導体供給網に関しても中国は韓国の参加を望まないと圧力をかけたそうです。 先生 <laughs> ね、あの、えっ、ー、と、ペトシさん来た時に、はい、えっに、ユン大統領、会わなかったですよね。はい、あの、なんか、夏休み中だからって言って、電話に済ませて、出迎えもったですよね。あだから、会うと中国が言われるのは怖かったからかもしれないし、えー、それで、まあ、そのご褒美が日、中間の外相会談で、まあね、あ,<ー>あの、日中は外相会談が取ったきゃんでしょそうですね。ういうはいね。なんか、G7 声明が気に食わないって言って。そ,うそ,うそれで、はい、あの、でも、中間はやってもらって だって韓国は思ってんかもしれないけど全然要求されるだけだから、こんなのやんない方が良かったのになと、私なんか思うけれど、うん、まあこれをね、取り巻く話っていうのは、ここだけ見るとちょっとわかんないんだけど、全体見てるとね、半導体についていろんな動きが最近あったんですよ。はいえー、どういう動きがあったかっていうと、例えば先ほど、新規ゴさんがアメリカで半導体で7兆円も投資するってアメリカのね、政府の話あったでしょ。はい、これは、うん、あの、まあ、もう本格的にやるってなったし、そのちょっと前に、あの、アメリカの方からね、えっと、半導 ののの機械工作機械械規制がああってねあの半導体っていうのはこの切る線の幅によってすごくあの最先端かそうじゃないかと分かれるんですね10ナノメーターっていうとその以下はものすごい最先端なんだけどこれをあの一応規制してたんだけどそれを広げて14に に広げたわけ。ということは、ほとんどの半導体入っちゃうんですよ。<ー>それでこういうふうな、あの、特許アメリカ持ってるから、それについての工作機会を、実は、中国の話にやっちゃダメだよって、みんな規制しちゃうんですよね。すごい本格的にやってるのは、あれ、もう背景としてあるんだけど、うん、あともう一個、日本も関わらんだと、2プラス2でやった。これは経済の2プラス。ありましたね。あの、要するに、萩生田さんが言った、経済担当大臣と外相の2プラス。で、これ何話したかっていう、はい、半導体の話なんですよ、えーで。ここもだから、あの、えっ、ー、と、半導体 っていうのであの、要するに動きが見えることなんだけど、それにペロシさん来たのはね、うんはい、実はね、えー、っとねよくよく見ると,、えー、っと、台湾であっての TSMC っていうかね<あ>台、台湾セミコンダクター、はい、マニュアクチューリングカンパニーっていうね、一番のまあ半,導を半導体の、うん、メーカー、なんかともあってるんでね、うん、それを見ると、ペロシさんが来たの裏側って、安全保障の面と以外の経済の面を見たら、うん、実は半導体の話で、ね、これ、うん、日米 日米か、じゃなくて、タイ。っていうのを、日うん。と、うん、いうのを取り込むっていう動きにも私は見えたわけ。だから、ペロシさんの動きのもう一個の話は、半導体について、台湾を取りむ、はい、ちゃんと、日米の方に取り込むって。きちっと取り込んでいく。うん、ということだと思いますよ。それで、日米、台湾と、あと韓国を入れるとね、半導体はね、八割、世界の8割ぐらいはここで製造しちゃってんだ。<ー>あとのことは韓国。だから中国一心になって、韓国を。はい 切り崩ししてんんででょとんそんな感じですね日米、対韓の4カ国並べてみたら、一番弱いところは韓国だろうと。うでもアメリカから、あのはい、韓国独自のほとんどないから、アメリカの特許というかね、それに依存してるはずなんで、はい、アメリカに最後、これ、切り崩されるはずですね。 ああ。特許の話持ち出してね。作らせないぞと。作らせないぞって言われたらもう、道連になっちゃうで韓国ここでもうまた先に見たくなってるんだけど、はっきり決めた方がいいけどね、こういう時には。それこそね、このユン政権は、うん、まあどちらかというとアメリカに対しては、うん、まあ今までのムーン政権と比べれば、かなり、えー、神話的にやるんじゃないかと言われてましたけど。推し系だからね。から早かったですね、でもこれ、また韓国側になびくというかですね。<laughs> だから,だからのあの必ず松崎になっちゃって、はい、そうすると韓国経済がダメになっちゃいますねだからその目先の中国の話を依存してるんだけど根っこのところはアメリカの技術で依存し,、うん、してるわけだから、はい、それであの当然アメリカも韓国を切り離さない。 韓国をこちらに入れないと、そこで漏れちゃったらだめなんでね、うんえー、中国のね、えー、あのと半導体の製品とか技術なんか漏れてはだめなんで、うん、だから必ずアメリカが韓国取り込んでいくはずですよ。そういう時に、ちょっと先を見たらね、うん、どっちに属してるのが得かって分かりそうなもんなんだけど、うん、韓国の人って意外に分かんないのかね、<laughs> 目先目先で考えるのかなと思正直と思い、こういうふうな記事を見てる時思いましたけどね。うんでもややっっぱりそうやって こう、アメリカは、えー、対中国というところを考えて、うん、まあもう経済安全保障というか、もう、 かなりつ角つ,つき合わせる状態になってきていると、ね、これ、当然ながら同じ圧力というか、うん、日本だってお前ら漏らすなよっていうのがうう、ね、ああそれはもちろんあるでしょ、だから、あの今のところはね、経済版2プラス2なんかやったってことはね、あの言うこと分かってますっていう言い方ですよね。で、これどっち、なんかどっちつかずのところになるとね、はい、安全保障にかかってくるでしょ、はい、最後は。えー、だから韓国も最後、安全保障にかかってきてね、どうするのって思っちゃいますけどね。んこんなのあのサードの話なんか ムン・ジェインさんはもう追加配備しないなんて言ってたんだけど、ミサイル防止してるそ,うそう、こんなのは、これはあのパク・クネさんの時にやった話で、ね、ムン・ジェインさんは政権が左派だから、<え>あの全然違ってたんだけど、まあ、一応、これを、ね、作るっていうにまに、まあ、中国から相当こう経済制裁を受けて、うん、う韓国は参ったというのがっ参ったんだけど、でも、どこれからどその都合よくね、はい、あのなんか、 振る舞うのは難しいですよねあの要するに民主国と非民主国、あ国、先制国家の国では、もう必ずあれですよね、ギャップっていうかね、はい、あの分断はされますよね、でカップリングはされるのは確実だと思いますけどね、うそうすると、それをあのどっちにもいいかをしようっていうのは難しくなると思うんだけど、韓国の人ってどう、ちょっと分かんない。やっぱ,あのやっぱり大陸国 大陸っていうか半島国家だから、やっぱりどうしても怖い,怖いんですかね、大陸の方の話がね。うん、陸を通じて攻め込まれるかもしれないという,う、ね、<能>ことを思ってるのかもしれないけれど、うん、でもここはあれだよね、あの本当にムン・ジェイン政権と同じやんのかやんないのかっていうのは、必ずアメリカが踏み出されるはずですけどね。う えー、中間外相会談について、まあ、あ韓国のね、行き方についてもお話をいただきました。うん、えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。